はい、こちら、博麗統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、カーバル宇宙業務従事者訓練校様にて、生徒さんたちと宇宙ロケットを作っていきます。調子はどうですか？うむ、相変わらず衛星になっている。オーナーの状況はどうでもいいです。ロケットについては、なかなか大変だぞ。早送りを解いたらぐるぐる回ったり、最後のステージに来たらなぜか燃料がなかったり、発射台に移動したら、ぐるぐる震え出して崩壊したりしてる。もはやポルターガイストですね。まあ、生徒たちは未経験ながらよくやってくれてるよ。多少の失敗は目をつむろうじゃないか。と言いつつ、ムーンに着陸しようとしてます。おう、前回、上空までは来たからな。ちょっと燃料を足して、着陸脚を装備してきた。こんなにサクサク進めると、やることなくなっちゃいますよ。またパンダの話でもしますか？もうパンダはいい。一旦、ミンマス着陸まではこなそうぜ。その先に、どんな遊び方があるか試してみようじゃないか。授業ですよ、授業。もちろん忘れてない。よし、そのまま、陰で高低差をつかみながらゆっくり行け。訓練校の人たちにここまでやられちゃ、開発局の人たちも立つ瀬がないですね。そのうち、立場逆転させてやろうぜ。ダメですよ、報酬くれるのは開発局の人たちなんですから。そりゃそうか。はい、着陸完了。お疲れ様です。じゃ帰ろうか。はや、サイエンスポイントとかいいんですか？だってまだないんだもん。いわゆるサンドボックスモードしか実装されてないから、研究とかないしな。なるほど。あ、生徒さんたちは気にしないでくださいね。社会人の会話なので。転職活動中の人が傷つくから、マジで。よし、ちょっくらミンマス行ってこよう。そんな、コンビニ行ってくるみたいに。ちょっと、何？チャレンジャー号、そんな言葉が脳裏に浮かびました。大丈夫大丈夫、受け身を取ったから。ほんと？終了。ほい、切り離しよろしく。ミンマスは例によって、交点角度の調整をしてやらないとな。カービンの赤道と角度がずれてるんですよね。そのまま軌道を上げていっても、たどり着けない。うっかりカービンの重力圏を抜けちゃったりすると、恒星カーボル系の中をさまようことになる。恐ろしい。そうなったらいっそ、恒星に突っ込んで、なんてこともできないんだな。恒星まで落ちていく燃料がない。なんと。軌道が小さくてマニューバの設定がしにくいから、もうちょい広げよう。ムーンの重力に捕まらないようにしてくださいね。うまくやってくれ、訓練生。では、マニューバの設定よろしく。ミンマスの重力が小さすぎて、うまく捕まりませんね。勘を働かせろ訓練生。真空世界で頼りになるのは己の勘だぞ。訓練と知識を学びに来てるのでは？大体良さそうですね。よし、放慢線に軌道を描こう。つまりミンマスに向かって移動するってことです。噴射開始3秒前。今です。ストップ。いい感じだ。軌道はどうなってる？ちゃんとミンマスへ到達できますね。順調順調。ミンマスが近くに見えてきました。相変わらず小さいな。重力が小さいから捕まえるのは大変だが、着陸は楽なはずだ。重力が軽すぎて減速のつもりが浮いちゃったりしますけどね。しかし重力圏がわかりやすくなったな。ほんとですね。感覚的に重力が作用する範囲がわかります。ミンマスの夜の面の上空まで来ました。了解、半周して昼の面に着陸しよう。ということで減速よろしく。ギュッと縮まりますね。重力が小さいからな。
しっかり捕まえてくれないんだ。もうちょっとかな？減速しすぎ。ここで合わせようとせず、着陸地点直上あたりで調整しよう。また加速よろしくです。昼の面まで移動してきました。オッケー。速度計を、軌道から地表に切り替えよう。軌道を回る速度と、地表にぶつかる速度の違いですね。地表にぶつからないように、逆行姿勢を取りつつ、減速していくぞ。着陸目標は、あの黒いシミになってる場所だ。確か氷が張ってるんでしたっけ？ということは、真っ平らなわけですね。そうそう。着陸しやすいはずだ。ついでにアイススケートも楽しめますよ。40回転半アクセルとかできちゃう。もはや三半規管との勝負だな。着陸目標地点の上まで来ました。はい、減速よろしく。ふわふわと降下しております。降下速度が遅すぎて暇だな。しりとりでもする？一文字しりとりならいいですよ。これつまんない。そんな気はしてました。だいぶ下がってきました。よし、3500メートルを切ったら減速。減速完了。ほい、第2エンジン切り離して。切り離しました。同じ速度で降下してるから分かりづらいですね。一吹かししてみてくれ。離れました。グッバイ第2エンジンさん。こんにちは第3エンジンさん。着陸客展開。展開完了。よしよし、あとは定期的に減速していくだけだ。減速開始。もう少しですね。おや、下から爆発が。第2エンジンの弾末まだ、キャオスみたいだな。またゴジラですか？ガメラだよ。そろそろ自分の影が見えるんじゃないかな。探しましょう。カービンでも満たしている生徒さんたちもご協力ください。あった。どこ？機体の左側、発見したのはボブ・カーマンさん。前職はおもちゃのプランナーだったそうですが、年齢的に睡眠時間を取れない開発が辛くなり、転職を決意したそうです。ぜひ頑張ってくれ。間もなく100メートルを切ります。最後の減速用意。開始。よし、あとは感覚でやってくれ。だからそこを習いに来てるんですってば。大丈夫。私はみんなを信じてる。もはやスピリチュアルな域に到達している義務教育の教師じゃないんですから。何その具体例。50を切りました。慎重に行け。着陸完了。ふう、お疲れ。ちゃんと安定してますね。狙い通り、真っ平らだな。パイロットさん、EVA してもいいですよ。どうだ？ミンマスの空気の味は酸素ボンベの味だと思います。華麗に着地。体が軽いだろう。訓練生さん、楽しそうですね。まさか授業で第二衛星に降り立つとは思わなかったろうな。そうでしょうね。そしてここで残念なお知らせがある。なんです？初版の事情により、ロケットの燃料が勝手にクロスフィードされちゃう。つまり、第二エンジンが、第三エンジン用の燃料も使っちゃうみたいなんだよ。
つまりのつまり、帰りの燃料がない、どうするんですか。大丈夫だ、受け身を取るから、全てを受け身に背負わせないでください。では、無邪気に楽しんでいる訓練生を眺めつつ、今回はここまでだぜ。開発局に回収を依頼しておきます。引き続き、我が社をよろしくな。ご視聴、ありがとうございました。っていうか、ロケットの色がダサいです。うん、認める。ちょっとだけでも面白いと思ったら、チャンネル登録よろしくだぜ。